ここからは3月12日に発売された任天堂スイッチ版囚われのパルマリフレインをご紹介します。はい、というわけでみんなパルマは知ってますか？リオリンは？お名前だけは聞いたことあるんですけど、プレイしたことがなくて。じゃあ今日楽しみだね。お名前です。お名前。初めて道は？私もお名前だけは。お名前は知ってる。初めてでやったことはないです。え、恋愛ゲーム自体はみんなは好きで、私は結構いろいろやったりとかもしてるんですけど、悲しいだけは初めてなんだ。じゃあ悲しいも今日溺れさせるように頑張って。頑張るぞ。沼に沼に、やばいやばい、吸い込まれる。というわけでね、ゆうりちゃんにもね、はい、頑張ってほしいというわけで、事前に私がプレイしてきましたので、ちゃんとうまく誘導できるように頑張るよ。よろしくお願いします。じゃあまずはね、こちらの作品についてご紹介していきます。ある夜、路地に落ちていた一冊の本をきっかけに、路地に倒れていた青年千秋を偶然助けたあなた、はい、しかしその日を境にあなたの日常は一変。助けた青年と面会するため孤島の収容施設を訪れたあなたは、そこでいわれのない疑いをかけられていることを知る。とある事件の鍵を握るという千秋、疑いを晴らすためにも彼の記憶を取り戻すことに協力してほしいと頼まれるが、ガラス越しのスキンシップを通して千秋の記憶を取り戻し、コミュニケーションを深めていく恋愛体験をすることができますというゲームになっているんですよ。捕まっ、捕まれちゃってる。どういうこと？なんかもうその中にちょっと切ないよね。わかる、なんかあれ、なんかテンション感が違う。待って待って、今すごいストーリー整理してるんですけど、捕まっちゃってるんですか？あのね、疑われて孤島のあるその収容施設、まあ、警察ってないのかなっていう感じのところに捕まっていて、そうなの。そうで、記憶をなくしちゃってるの、その千秋くんは。あら、だからその事件に関係してそうだから、で、私、あなたも疑われてしまってるんですよ、はい、その第一発見者であるあなた、もうちょっとあれ事件に関係してるんじゃないのってことで、お互いに疑いを晴らすために協力し合うような感じになってきますかね。まずはね、はもうあのエピソード7の序盤までは進めてきたんですよ。でもプロローグを見ないと、チェック初めどんな感じで私、あなたに接してたのか分かんないと思うので、じゃプロローグをまずはイオリンにやってもらおうかなと思うんです。はい、じゃプロローグの面会やっていきますね。はい、プロローグの2にしようかな。うん、面会、はい、面会してみて、ガラス越しの面会。うわ、どんなこの、いってらっしゃい。千秋くんはどんな人なんだろう。月茶の日待って、ま、主人公の名前月茶になってるんですか？自分の名前にしたかったんだけどさ、なんかいろいろ考えて木曜月茶さんにしました。こんにちは、千秋さん。こんにちは。喋ってる。イヤホンした。イヤホン聞こえないか。イヤホンした。こんにちは。なんかポケットに隠した。今日は何しに？でもこんなさ、牢屋みたいなとこに入れられてかわいそうだよね。別に大したことないから。何もできない。相談員、怪我してるところもかっこいいんだよね。今日はそれを聞きな。確かに、わかる、わかる、わかるでしょ、わかるでしょ。よくわかんない何を、それを聞きに。もうちょっとボリューム上げてもらえますか？事件のことを聞かせても。あー、どうだろうね。ちょっと、こっちで悩む。うん、黙っていたらわからないけど。獣なんだよな。イヤホンするとやばい、囁かれてる感じ。どうせ事件のことでも聞きに来たんだろう。どうせってね、うん、いいね。遠回しに聞こえてしまう。あれ、どっちだね。これで答えられるか。やばいね、イヤホン。すごい、フルボイスめっちゃいい。何？これじゃ不満か？不満何か。今笑うとこじゃない。ちょっとお休みありますよ ね、ちょっとね、まあんまりやったことないかなちゃんがマジレスしてますよ。今笑うところじゃなくないってマジレスしてますよ。いや、そうか、悲しいには違う感じに感じるのか。ちょっと謙虚に、どういう謙虚に。そう言うけど俺だってもう何度も同じことばかり話してうんざりしてるな。あ、やばい、ちょっとイライラしてきちゃってる。それだけだ。そっか。まあ相談員としては
俺から何か引き出さないことには仕事にならないんだろうけど、主人公相談員、何度聞かれても答えは変わらない。そうか、ゲッチャさんは相談員という職業として今やってますね。まあでもそうだな、君が何かご褒美でもくれるっていうのは話は別だけど。何ね、これ本当でやるもんじゃないよね。一人で家でやりたい。家でやりたいね。あるわけでさ。ご褒美を期待してるってことはどういうこと？何か思い出したら連絡する。プロテインかな。待って今プロテインかなって。君もこんなところまで足を運ぶ必要がなくて効率的だ。分かったらもういいだろ。遠回しじゃ分からない。何帰れって言ったんだけど、なんかでもいい声だから優しく聞こえちゃう。え、帰らない帰らない。ここに足の裏の穴の足もやりしたい言葉。あ、いいよいいよ。絶対ダメでしょ。絶対ご主人恋愛対象から外れちゃう。ご主人いや立ち運動しますよ。足の運動してるから。え、あ、タッチできますね。あ、いや、あ、へえ。へえ。何？こんなに言っても帰らないなんて。あ、何？何？近づいてる。近い。何？君がこの仕事に対してそんなにやる気があるとは思わなかったよ。口動いてるよ。てっきり監修に言われるがまま来ただけかと思ってた。あれバレてる。違うんだよ。イヤホン。あ、実はプロローグ一でこの前の面会でしてただろ。監修さんの指示に従って喋っているシーンがあってイヤホンしてたのがバレてたってことですね。監修が指示を出していたんじゃないのか。今日はしてないんだな。付け忘れ。私のことすごい見てる。見てますね。見てるよ。なんだよ。なんて答える。ぴったりの答え。あ、ぴったりの。これこれ。よく見てるねって。挙動不審の訪問者が来れば嫌でも身につけた。挙動不審って言葉もバレちゃってる。恥ずかしい。気づかれていないと思っている君に驚くよ。あの時はとても君の意思で面会に来たようには見えなかった。まあどういう心境の変化。かっこいいから。お話し中失礼いたします。ね、ちょっとこう右と左の差がやばいんだけど。なんかなんでなんでおかしいよ。面会終了のお時間になりました。あら、話を切り上げ保護室から速やかに退出してください。あらあら、時間か。早い。もう少しで君の謎が解けたかもしれないのに。え、何？じゃあちょっと君は俺から逃げられてホッとしてる？なんなんこいつ。なんなんこいつ、めっちゃいいやん。心の声がどんどん出てる。どうかしましたか？延長しましょう。延長もできるんだ。できるんだ。延長です。逃げませんよ。仕方ありませんね。今回は特別に許可しましょう。ありがとうございます。それではまた時間になりましたら呼びに来ます。逃げ帰るかと思ったのに伸ばしたんだ。君が隠していることでも話してくれるのかな。これかな。例えば、そうだな、君は本当は相談員じゃないとか。4人はアイドルなんだよ。そうだな。だからってじゃあ何者なのかってとこまではわからないけど、監視の回し者だってことは確かだ。いや、そうなのかな。そうでなければ何の理由もなくこんな場所に足を運ばないだろ。さっき面会が始まった時も俺が隠したものを食い入るように見てたよな。え、どこに目ついてんの？すごいね。知りたい？俺が隠してるもの。知りたい。その傷跡とかめっちゃ気になります。ちょっと見せてあげるよ。え、優しい。君だけに。かわいいかよ。よく見て。ギャップ。いやー、そう、君にもらったキャラメルの包み紙で折ったんだ。実は差し入れであげました。ゴーヤキャラメル。すげえ。あれ早い。どハマりしましたか？早い。笑った。
今タッチすると笑った笑った君のその顔どんな重要な証拠品が出てくるか。私コメントで笑ってるだけですね。ユミチーには刺さってない。ユミチー、カナシーには刺さってない。あれおかしいな。そうだよ、もっとよく見てみる。折り鶴だな、確かに。あ、すごい視点がなんか、あ、そう、視点。あ、これをジャイロで、はい。え、すごい。鶴に近づいてってください。犬も歩けばゴーヤに当たる。ゴーヤ、ゴーヤ、これゴーヤキャラメルあげたんですよ。あー、なんかハートが言っちゃった、ごめんなさい。ここに書いてあることわざ、他にはゴーヤを食らわば皿までっていうのもあったかな。あのキャラメルの包み紙、一つ一つ違ったことわざがゴーヤのイラストと一緒に書いてあるんだ。ことわざが見たくてキャラメルを食べるんだけど、なんか切ない。味がさ、可愛い子供みたいなこと。君も食べたならわかるだろ。ええ、食べたんですか。で もちろん食べて、1個しかもらえなかったからその1個あげたの。あなたはでもどっちでも本当のこと言っても嘘でもいいと思うよ。どっちにするか。めちゃ悩んでる。同じものを摂取したっていうことにしよう。あれ、あ、やばい。食べてないだろう、その顔は。差し入れてくれたものにケチをつけるつもりはないけど、ね、味はかなりのものだったぞ。ごめん。素直にね。なるほど、確かに中途半端に中身が減っているものをもらっても困るけど。怖いよね、食べかけもらって。いろんな意味で刺激にはなったよ。いろんな意味。時間になりましたので、あら、終わっちゃった。面会を終了してください。延長ですか。延長はい。ということで、延長の千秋さんはこんな感じでした。ではね、エピソード7進めていきたいと思います。私もね、初めてだからわかんないんだけど、まずモーニング、朝ですね。朝、これはメッセージをやり取りしますね。え、何、私から、送っています。話し合って返事があったよって。ついに会うことになるのか、どんな子なんだろうなって。なんて返す。どんな子なんだろうな。ひらがなが多いし、あ、なんかあれか、廃墟かなんかでのやり取りしている人と会う話になってます。おー、じゃあどんな子でも、あ、いや、2番目で、スタンプも送れるんだけど、まあ、送らずに、てこ送るじゃないですか。送ると監視しに行ける。監視に行けるの。画面が遠いな。プライバシー、やばい。プライバシーない。画面が、そう、いつ返事くれるかなって気になってるの。でも今はくれなそうだね。ちょっとゴロゴロタイムかな。で、ちなみに、あ、起き上がった。これ見てるってバレたら大変なことになるじゃないですか。見てるってことはバレてないですね。バレて、どういうこと。ちなみにミント味が苦手だそうで、いちご味の、あ、今編集してるじゃん。見て。ちょうど。あ、ちょっと、書き込み中だ。やばい。書き込み中って出るの面白い。リアルタイム感がやばい。で、ね、気を緩めないようになって言われて、こういうなんかこう話す内容は今からいろんなところに行くんですけれども、そこで話を回収していきます。でもね、ついね、監視しちゃうんだよね。何してるかなって。何してんの。あ、歯磨いてましたね。いちごなんでしょ。いちごが好きなんだ。あ、やばい、時間がなくなるから早く進めなきゃな。まあそのうち返信くれるでしょう。このカメラの動く音までちゃんとあるのが、ほら、今返信打ってるでしょ。結構豆じゃん、豆じゃん。いや、ほらほら、書き込み中、確かに。見て、返事見て。これ、これついで、これずっとやり続けちゃうんですけれども、まあある程度なんか、いけないことしてる気持ちで、まあある程度返したところで話を進めていきましょう。はい。で、びっくりマークがついてるんで外出します。で、びっくりマークついてるところに行きなさいってことなんですけれど
ども、うん、どこ行きたい？この3種類だったら。おどこかな。雑貨屋さんは千秋くんにあげるもの買えます、ね、え、じゃあ雑貨屋さん行く？はい。あ、メッセージ来た。メッセージ来た。いらっしゃい。おこのお、あ、こう牛乳とか一貫これが買えます。また来てよ、お客さん、はい、うん、またね。ゼラチンとかああいうのは集めて食堂に行くとなんかこう結構もういっぱい作ってるんですけど、あら、いらっしゃい。こういうものが作れるんですよ、愛情たっぷりとか書いてある。もう下に絵が表示されてるのはもうプレゼントし終わったものこれいっぱい、だいぶ上げましたね。だいぶプレゼントしましたね。だいぶ上げた、だいぶ上げた。だいぶ貢ぎ癖が。あの好き嫌いがあって、生牡蠣とかはなんか苦手らしい。詳しくなるよ、ここまで来ると。それはあんだけ監視してたら。そう、感想言ってくれるから、どっち行きますか。監視に会いに行くか、女の子に会いに行くかな。女の子。女の子。女の子だったかな。覚えてないな、うん、あ、違う、おばさんだな。ごきげんよう。なんか未来が見通せる。あら、あなたに伝えたいことがある。この子の言いたいことが流れ込んできますわ。何ですか。今あなたが誰かのためにとても頑張ってらっしゃるみたいね。うん、柔らかに寄り添う思い、うん、あなたの心は命を育む大草原よりも深いもの。あなたの未来はこの気持ちから芽生えていくのよ。どんな結果であれきっと受け止められますわ。また見えたら教えて差し上げましょう。なんだろうね、チェキ君に寄り添ってるんだって。ゲッチさんはそうだよ。じゃあメッセージ返しておきましょう。はい、優しい。心配してくれてる。覗いていい？ちょっと何してるか覗いてから何で覗くんですか。また寝てる、まあ、監視が仕事ですから。まあ寝てますね。監視する人いますよね。でアイテムをいっぱいね用意しといたんだけど。CD いいじゃないですか。CD あげる？さっき買ったのもあるけど。おお。それでも食べ物あげると感想すぐ言ってくれるよ。食べ物。あっちがいい。パエリアか、さつ、具だくさんさつま汁。汁。どっちがいいですかね。パエリア。パエリアの方がでも確かに。パエリアあげる。腐ってないといいな。大丈夫かな。結構用意ね。じゃあ。感謝。これは。シーフードパエリアか。結構見つい、見ついたものがいっぱいあります。あの卓球とか。卓球してんの。いろんなものあげてます。サッカーボールとか。感想言わないな。火はしっかり通ってるみたいだ。なんか微妙だね。なんだよそれ。味が染みてるな。あ、でもあ、なんだよ。でも苦手ではないみたい。よかった。何？いっぱい作っちゃおう。得意料理にしよう。あ、さっき夜に送ったやつですね。詳しいのって返しておきましょう。じゃあ外出でやることがあるのでまた外出します。はい、監視のところに行ってないんじゃ。監視行きましょう。監視。こんにちは。おい、イケメンやな。身が甘えなくてもいいでしょう。実は彼の幼少期に関する情報が手に入りました。私が忘れてしまう前にもうお母さんにお伝えしたいかと思ったのですが。ゲッチャにしたから。今日はどんなレシピをお持ちなんですか。よくぞ聞いてくれました。はい、ブイヤベース。ブイヤベースです。わかりました。料理名がすごい。ブイヤベースはフランス発祥の。美味しそう。美味しそうだね。でもこれを作らないとその情報をくれないってことなんですよ。大変そうですね、作るの。
とレシピを見に行きましょう。どんなレシピなのか、はい、あら、いらっしゃい。持ってきました。ビアベース、作ってくれるんですか。そう、材料を持ってくれば。材料を見てみましょう。エビとアサリだけ持ってないんで、また来てちょうだいね。エビとアサリを買いに行きましょう。はい、うん、はい、エビとアサリ、でも今もう5個なんで1個しか買えませんね。いらっしゃい。エビ、アサリ、エビ、アサリ、エビ買っちゃう。また来てよ、お客さん。はい、エビとアサリ。じゃあメッセージ返事返して、うん、パエリアのね感想を聞いておきましょう。ああ、大事。じゃあ夜の会談として、寝てますね。寝てる、慣れてる。起きて、寝てるんで。じゃあ私も差し入れする。本とか、うん、してみようかな。せっかく買ったし、読んでくれますかね。あ、これは図書館の人からメッセージ来ましたね。あ、アスカが後だよ。あと低音もだった。すぐは読んでくれなかった。このびっくり2つは次のフラグになってるんで、気になることがあるって言ったの覚えてる。あれ分かったから説明するよ。図書館に来てっていうことで、じゃあ図書館に行くのとアサリを買うのを忘れないようにしましょう。アサリを買う、はい、モーニングだから先アサリ買おうか。はい、はい、アサリ買っていらっしゃい。アサリ、貝、貝じゃん。貝あった。エビの下、貝。また来てよ、はい、お客さん。で、図書館行きましょう。砂はけ済みだよ、きっと。大丈夫。貝持って図書館。図書館。貝持って図書館行きますよ。匂いしちゃうかもしれない。こんにちは。もじもじくん。メッセージ、気になることがあったって書いてたけど。黒岩。黒岩、なんだ。黒岩財閥。について調べたら、その時に引っかかることが。うん、そう、千秋くんが黒岩財閥に関係あるかもしれないんだよね。お、財閥。ほうほうほう、分かんなかったんだけど、ここからだと字がね、漢字いっぱい、不自然に増えてることが分かった。おー、別のこと。別のことかな。わかんない、何？別のことにしよう。上にする。はい、上にしましょう。別のことはしていたってこと？何かの研究、開発自体は、開発自体してたと思う。研究所での支出が妙に増えてるから、すごいお金いっぱい。難病治療のための新薬の開発ってことになってるけど、本当にその薬を開発してたかどうかはわからない。事件の香りがする。事件の香りがしますね。ちなみに廃墟があって、そこが薬、病院だったんですよ。この島にね、あって。そう、この人無口。過去の会話ですね。20数年前、めっちゃ前だね。気をていた。この人調べてくれないって言ってたのに、もじもじくんって呼んでるんだけど。調べてくれてすごい優しい。優しい。じゃあこれを元に千秋くんにお伝えしましょう。お、はい、お、あ、でもメッセージが。食べたよ。なんか特に美味しいとか言ってくれなかったね。感想はない。夜に炭水化物太っちゃうからかな。ちょっとびっくりマークの送りたいんで、なんか
看守さんから唇が切れてしまいました。しばらく手を離したくないのでは痛いですよね。走られてる。痛いですよね。世間話。千秋くんが返事をくれるのを待ちたいんだけど寝てる。返事くれなそうだな。結構マメな男ですね。連絡マメの男ですよ。いい好感度高め。まあ、くれなそうなんで次の朝行っちゃいますか。アイテムは他に行きましょう。早く返事ください。朝一番くれなそうなんで作りに行っちゃいましょう。あら、いらっしゃい。おブイヤベース。おできまた来てちょうだいね。できたできた。じゃ返事くれたんで看守さんもくれてますね。あれなんか話が続いてる。漫画届いたよ。漫画よく読む？読む。フラグのやつ送りたいからねえ。はいはいはい。一刻も早く雑貨屋にリップを欲しがってますね。リップクリーム自分で着たって冷たい。自分で着たことも私は行きましょう。おや唇痛いのに食べれるのかな。あ、味見してくれた。あ、おいしいって。じゃあ情報をもらいましょうかね。彼がシンガポールの施設で暮らしていた頃の話です。彼は観光客を案内してお小遣いを稼いだと。お金がなかったのね。捨て投げ。今通訳、大使の通訳とかをしてる。すごい仕事してるんですよ、千秋くんは今。頭いいんです。5カ国語ぐらい喋るんですよ。すごい。メモしておこう。でも確かに視野広いからお兄ちゃんっぽいですね。めっちゃ。あ、やっと送れるぞ。へいちゃん、詳しいんじゃまた後で感想を送るよ。はい、ね、じゃフラグのメッセージを送ります。ドキドキ。ではね、とっとと寝ましょう。はい、監視をしろという指令ですね。なんでこれは。なんでだろう。何が起こるんだ。わかったわかった。あげたもの出てたよね。エマは出てますね。あ、何？スカイでどうした？イヤホンに全集中してる。どうしたどうしたどうした？なんだよ。悪い夢を見ているようです。差し入れた漫画も読んでいるようです。がそう、ここがね、はい、ここ研究施設になってたんですよ、前に入ってみたら。で、実は女の子と文通してて、ここで。ごめん。でも、今日は文章ないみたいだな。こうやっていろんなとこもあって話題を集めて、じゃあ聞くにメッセージを送ります。はい。あ、返事返ってきましたね。どんなこと言ってた？さっきどんなことでしたっけ？どんなことでしたっけな。全部言ってた。全部言ってた？やつですね。何にするか。怪しい開発に手を出して。怪しい開発に手を出したみたい？大丈夫ですかね。ちょっと難しいな、これ。内容ちゃんと覚えとかないと話がうまく伝えられないですね。確かに。あ、え、
結構監視しようと思ったら返事返ってきてあ、書き込み中だ。ほうほうほう、そう、マイクロチップね。うーん、面会で話すよ。会いたがってる、会いたがってるんで。じゃあ面会はイオリンが行ってください。はいはい。そうだね、面会の朝だよ。面会の日。あ、こんな感じ、うん、こんにちは。こんにちは。君がメッセージで話してくれた支配部のことだけど、すべて本当のことだ。え、支配部は経営が傾いた時、鏡グループの援助により持ち直したものの、会社の再建に際して研究開発費を大きく削ることになった。経営判断としては真っ当な判断とも言えるけど、新薬の研究には時間も費用もかかる。当面はそれまでの製品でしのぐことができたとしても、将来的に経営が行き詰まることは目に見えてた。何ぞの詳しいの。そこに目をつけた奴がいたんだ、うん、ああ、そいつは C5 に政府との共同研究を持ちかけた。そうすれば開発費用の大半を政府が肩代わりすることに。 C5 にとっては願ってもない話だ。たとえそれが条件付きの共同研究だったとしても。条件付き、ああ同じ話だった。表向きは難病治療のための新薬の開発だった。難病か。その実態は政府が行っていたインテリジェンス政策の一つ、黄金の8計画の研究だ。黄金の8っていうね、本があったんですよ。本、どんな計画なの。うん、人間の能力を最大限に引き出し、それを意のままに操ることを目的とした新薬の開発だ。怖そう。専門実験が行われていたと聞いている。話が、小説。小説の中身は孤島で研究してるっていう話だったんだよね。じゃあこれにしてみようか。そうだな。研究者が告発も兼ねて出版したと考える方が自然だ。実際には告発ではなく小説として出版したところを見ると、命の危険を感じたのかもしれないけど、出版してすぐに回収はされたかなんかで。大使が持っていた黄金の鉢の本には、その計画に関与した人物のリストが入った。マイクロチップが隠されていたんだ。詳しすぎない。全部思い出したの。黄金の8計画のリスト、どういうこと。わざわざ黄金の8の小説に隠すなんて。あれ、記憶が、あれ、大使はユーモアがあるよな。記憶が戻ってらっしゃる。戻ってきてます、ね、俺は大使の部屋に行ったんだ。本を見つけて開いた時、すごく驚いた。そこには古ぼけた折り鶴が挟んであった。鶴、古ぼけた折り鶴。それは俺が折った折り鶴だった。あの時折り紙を教えてもらって初めて折った。終了。ここまで。ここからなのに終了です。気になる。終了です。ちょっと待って、夢アプリは。あ、やります。あ、初めて。あ、びっくりしたよ。めっちゃ気になる。あ、でももっとね、見せたいところあるんですよ。そこはでも見せ、ストーリーはここまでで一旦終わりとさせていただきます。気になる人はね、ぜひね、本編プレイしてください。気になる。めっちゃ気になる。めっちゃ気、ほんとなんか、エピソード7まで進めちゃったから、結構もうシリアスなところに話がなってきちゃってるんだけど、もうほんと話、ストーリー、お話自体もすごい気になることだから、ちょっとね、ぜひやってほしいんですよ。はい、これ何渡されたけど。え、これは、メモリアルをやらない。なんだなんだ、手があるぜ。この面会はどうしたらいいんですか。送っちゃって。この面会はお送りだそうです。ちょっと待っててくださいね。このガラス越しでプレイって書いてあったから、ちゃんとこう。ね、今手を指紋がこう、指紋ってかこう、すごいなってなってた。すごい。続いておすすめのタッチプレイをしていきたいと思うんですけれども、メモリアルで
この気持ちを育てたい。この気持ちを育てたい、育ててみてくださいより。この気持ちを面会の日ですって今日は。これイオン、あれ音こっちから出てて。こんにちは。こんにちは。今日は、あ、しまった。え？今朝ミニトマトに水を。育ててるんだ。ミニトマト。トマトもプレゼントしました。はい。で育ててる。私の顔見て思い出したってよ。トマトプレゼントしたから。テンションの高さ。あ、どうしたらいいかな。これはあのー。前やった面会をもう一回やり直すことができるんです。やり直したかもう一回見ることができるんですよ。それで今そのモードをやってます。あ、じゃあ、 あの違う回答を違うカードも見ることができるんだ。楽しみ。そうなんだ。トマトはもともと乾燥に強い野菜だから詳しい。水を与えすぎると頭いいだけあって、なぜ植物図鑑もあげてるので、あ、なるほど。はい、だからこっちが与えた知識がいっぱい育ててあげ、育ててあげちゃう。必要なものをプレゼントしてもらう。で、子供。子供ね、あれが欲しいこれが欲しいって言わない分、子供より楽なようで難しいな。今何が必要なのか。こっちが考えてさ、すごいニヤニヤ。口角がずっと上がってる。映ってる。やだ。手をかけた分だけ向こうは答えてくれる。うん。そういう点では人間よりよっぽど素直で可愛らしいと思うよ。すごい人間嫌いだな。皮肉を言われてる。皮肉だね。ゼキ君は？人間より植物の方が好きなの？そうだな。え？植物は人間みたいに嘘をつかないし。嫌なやつに乗ってきてる。人間よりは好感が持てるなんでそんなこと言うの。なんで、まあ、これ結構前の千秋くんなんでね、ちょっと冷たいかなってところもありますよね。いいやつも悪いやつもいる。ただ大抵は良くないことを考えてると思っていた方が安全だろう、まだ誰も信頼できてない時の千秋くんですね。で本当に信用できると思った人間なら大事にするよ。おい、大事にするっていう言い方がおかしいかもしれないけど、その人が守るべき存在だったら全身全霊をかけてもらうし、俺を必要だと言ったら全てを捧げてもいい。全てを捧げてもいい。そんな人に出会えたらの話だけども。フラグフラグ私はって、私は強み強みすごい。攻める攻める攻める。だって恥ずかしいんだが。優しくしてほしいの。え、優しくなって、優しくしてほしいのって。そうだな。え、え、君の目を見たらわかるかもしれない。目ですか。信用できるかどうか。じゃあ目近づけましょうか。え、どっちなんですか。あ、ジャイロ、あ、ジャイロ、あ、何。まだ目を見ただけじゃわからないな。なんだよ。遊ばれてますね。信用できると思うよ。あ、まだトマトなんだ。私トマトレベルか。かーポジティブに。君はそこら辺の人間よりもよっぽど信用できるし、俺の気持ちに応えようとしてくれる。すっごい気持ちに応えようといっぱいプレゼントあげてるもん。ちょっとしたことで顔をあからめていくもん。トマトと同じで可愛いなって。可愛いなって。あ、なになに。そんなに赤くならなくても。本当に赤くなりそうなってるかも。頭をここに当てて。え、どういうこと。待って、千秋くんに会ってちょっとそばに来てください。当ててなって。え、必要なもの。あ、ここにね書いてあるようにこうやってやるの。やるのやるの。ちょっとやってください。え、なに。え、見えない。え、見えないよっていうまで。よしよし、よしよしされてるよ。やばくないね。やばいでしょ。やばいのよ。でもこれ現実世界にいても鏡越しだから、よしよし。そう、ガラス越しなんだけど。ガラスか。ガラス越しで、そう。あのやってくれた、すごい。話してくれてるってことなの。まいった。やばいでしょ。すごい。やばいのよこれ本当に。でもう一個。お願い。
が痛い。おすすめ。キュンキュンしてた。どうしよう。もっとキュンキュンするね。夢アプリってモードがあるんだけど、これは夢、あくまで夢の中のお話なんだけれども、うん、いろいろ願いが叶っちゃうプレッツェルを食べるプレッツェル、プレッツェルゲームなんですけど、うん、じゃあゲーム画面お願いしていいですか。みんなイヤホンをしてください。はい、はい、両耳で、せっかくなんで両耳で夢アプリ。じゃあレベル3度がいいらしいので、おお、じゃあこの辺でいいか、うん、衣装がいっぱいあって、衣装によってね、チェイ君の性格がちょっと変わります。どんな人が好みですか。強気な感じだと看守さんとか私は好きだったかなみたいな。看守みたい、看守みたい。看守で、看守の衣装着て、じゃあプレッツェル食べて。これでいいんですか。うん、私から収容者への差し入れです。もちろん食べますよ。ちょっと食べないと。どうすればいいんですか。A ですか。うん、丸、あのオレンジになったら一旦食べるの止めてください。一旦お預けです。ほら、何これ。あ、近づいてる。はい、お預けです。美味しいですよね。リフレインをご紹介しました。いや、熱パパのセーブデート、僕が続きになる。目指せ大冒険。